ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お、霊夢。何を見ているんだ？今ね、サイエンス番組を見ていたところなの。サイエンス番組か。何の特集なんだ？それがね、今回は火星についての特集なの。火星って移住できるかもしれないんでしょ？はっきりと移住できると言われているわけではないが、可能性がないわけではないといったところだな。何よ、ロマンがないわね。火星に移住できたらきっと楽しいでしょうね。何が楽しいのかよくわからないが、確かに火星に移住できたらすごいことかもな。何が楽しいかって言うけど、火星には地球にはいない見たこともない生物もたくさんいるかもしれないのよ。ワクワクするじゃない？それじゃあそんな霊夢に今回は特別な話をしよう。特別な話？今回解説するのは、写真で捉えられた火星で撮影された生物8000についてだぜ。それは面白そうね。ぜひ聞かせてほしいわ。それでは今回もゆっくりしていってね。最初に紹介するのはワームについてだ。ワームって何？ワームっていうのは、簡単に言うとミミズのような生物のことだな。へえ、それが火星で発見されたのね。まあまあ、これから解説していくぜ。アメリカ航空宇宙局 NASA はキュリオシティという火星探査車を使って、火星の地表を探査した。その際に砂丘で発見されたのが、ワームではないかと言われている。え？どれどれ？それがこれだぜ。キュリオシティが砂丘探査中に撮影された画像だ。砂丘が作り出した模様を横切るようにして異様な物体が画像に収められているんだが、それがワームではないかと言われているぜ。わかるか？あ、いたいた、これね。わかったようだな。この画像を拡大して、コントラスト等を調整した画像がこれになるんだが、大切のある芋虫のように見えないか？確かに、なんだか芋虫みたい。そう考えるとちょっと嫌ね。これはネット上でも話題になり、UFO 研究家のスコット・ウェアリング氏も、これはワームの姿を捉えた画像だと力説しているぞ。やっぱりパッと見では生物のように見えるわね。ロマンを感じるわ。ロマンを感じているところ悪いんだが、砂を張って移動した痕跡がないことから、これは人工的に作られたチューブのようなものではないかとも言われているんだ。ロマンが一瞬で崩れ去ったわ。そんな霊夢にロマンを提供しよう。この画像だが、火星から地球へ送られた割に、ブロックノイズ等が入っていない鮮明な画像だろ？ということはワームじゃないにしても、キュリオシティは、火星に住む他の何かしらの生物を捉えたか、火星にある人工的建造物を捉えた画像ということが考えられるんだ。火星人がいる可能性もあるってことかしら、それはロマンだわ。しかも、こういった生物や建造物が確認されたのは、今回が初めてではないんだ。え？他にも発見されてるっていうこと？そういうことだ。1989年8月19日、火星探査機グローパルサベイヤーが、地表の溝を這うミミズのような生物を捉えたんだ。それがこちらだ。でっかいミミズ、触りたくはないわね。このサンドワーム、あるいはマーズワームの体長は約 10km にも及ぶとされているんだ。10km? 大きすぎるわよ。まあ、火星の重力は地球の3分の1だから、制限なく大きくなれるというのも関係しているのかもしれないな。火星ではこれだけ大きくなれるけど、地球ではどうなの？世界で最も大きいとされているミミズは、オーストラリアに生息する、メガスコリデス・アウストラリスというミミズで、体長は3メートル以上にもなるそうだ。でっか、嫌だわ、絶対触りたくない。サンドワームは確かにロマンなんだが、人や物を運ぶチューブのようなものに見えるといった意見も散見されているんだ。その辺はどうなのかしらね。まだ探査は少ししか進んでないし、確実なことは言えないわよね。ああ、だが、2016年6月、火星探査機マーズ・オポチュニティが2枚の写真を撮影したんだが、18分前に撮影された写真と18分後に撮影された写真で違いが見られた。どんな違いだったの？そこには、地中から何かが這い出してきたような痕跡が捉えられていたんだ。この18分という短い間に、サンドワームが地中から這い出してきたのかもしれないな。きっとサンドワームは地中に長くいて、たまーに顔を出すのよ。私はワームだと信じたいわね。確かに、ワームであった方がロマンはたっぷりだよな。それじゃあ続いての話題に移るぜ。続いて見つかったのは、イグアナだ。え？イグアナって火星にも存在するの？確実にいる、と断言できるわけではないが、そのあたりを解説していこう。よろしくお願いね。先ほどはイグアナと言ってしまったが、正しくはイグアナ、あるいはイグアナに見える岩らしきものだ。え？ただの岩なの？その点ははっきりしていないんだ。謎の物体は、先ほども紹介した UFO サイティングスデイリーのウェアリング氏が、NASA のアーカイブから見つけた画像から確認できるものだ。NASA が捉えたものなのね。ああ、そうだ。
いくつかの UFO 関連のウェブサイトでは、これはイグアナが化石化したものだとの意見が多いそうだぜ。確かに、形はイグアナっぽいし、化石と言われればそうも見えるわね。ウェアリング氏はニュースサイトアゴラコスモポリタン .com に対し、これは火星で最初に発見された動物ではない。これまでにも10頭から15頭ほどが発見されていると語ったそうだ。そんなに発見されているのね。なら、他の生物とかもいそうよね。そうだな。それに関してはこの後にも紹介していくぞ。ウェアリング氏が目をつけた写真が数枚あるんだが、4枚あるうちの写真で、謎の生物が4回動いて、5回目で消え去ったと確認している。動いていたものが消えたんだったら、それはもう生物じゃない？きっと火星イグアナよ。そうだと面白いよな。また、ある科学ブロガーは火星をうろついているイグアナを発見したとも報告しているんだ。そういった内容が UFO サイティングスデイリーに投稿されると、一部ではあるが、興奮した陰謀論者たちが、NASA が科学的実験のために火星に生命体を植え付けているのではないかと騒いだそうだ。それはどうなのかしら？確かに、火星は地球からの移住先としての候補だから、生命とかを火星に放って環境を調べるっていうのも考えられなくはないけど、そこなんだよな。ウェアリング氏によると、非常に稀ではあるが、火星には少量の水が存在するため、そういった砂漠の生き物を見つけることもできると、自身のサイトで語っているんだ。結局のところは謎ね。動いているところとか、イグアナ自体を発見したって報告はあるみたいだけど、岩だっていう可能性も捨てきれないわけでしょ？何が真実かは言い切れないところよね。確かにな。だが、実際にこういった報告がされているのも事実だから、一つのエンターテイメントとしてはいいんじゃないかな。さて、続いての話題だぜ。お次の紹介はサンゴだぜ。海もないのにサンゴがあるの？地球だって打ち上げられてるサンゴとかあるだろ？それとこれとは話が別よ。解説お願い。わかったんだぜ。これまでも活躍し続けているキュリオシティが今度は奇妙な形の石を発見した。それがこちらになるぜ。本当にサンゴみたいね。本当のところはどうなのかしら？これを発見したキュリオシティの科学チームは、この謎の構造物にブラックソーンソルトという名前を付けたそうだ。ソルト？塩？塩かどうかは置いておいたとして、これは2022年2月25日にキュリオシティに搭載されているカメラが撮影したものだ。画像だけではサイズ感がわかりにくいかもしれないが、これは構造物全体が一円玉の上に乗る大きさだそうだ。小さい、すごく小さいわね。キュリオシティのプロジェクトサイエンティスト補佐は、この小さな構造物は水中で沈殿したものだと報告しており、周囲より侵食に強かったため、こうした形で残ったのではないかと語っている。水中で沈殿したとか、侵食に強かったとか、かつてはこの辺一帯が海だったってことかしら？それで、いつの間にか海がなくなって、こういった構造物だけが残ったのかしらね。そうかもしれないな。先ほどのイグアナでも紹介したが、火星には少量ながら水が存在しているから、その可能性もあると思うぜ。さて、次の話題だ。ヒヒ人影。火星の幽霊？人影だからって全てが幽霊ってわけじゃないぜ。あとこれは火星の話だ。そうよね。びっくりしたー。霊夢が落ち着いたところで解説に入るが、人影とも人型とも呼ばれる存在がキュリオシティに捉えられたのは、2016年4月27日のことだ。撮影場所は、ナウクルフト高原と呼ばれるところだそうだ。それで、その人影とやらはどこにいるの？よく見てみないとわからないが、一つだけ岩にしては妙な形のものがあるように見えないか？あ、もしかしてこれかしら。確かに、人影と言われればそう見えなくもないけど、あまり鮮明ではないわね。それはある程度しょうがないことだ。だが、これを発見した人は、これは人影であるとした上で、どことなく青色の服を着ているようにも見えると言っているそうだ。見方を変えれば、人影のように見えてきたわ。ただ、青い服かどうかまではわからないわ。岩や地表の広さからすると、巨人なのか小人なのかの区別はつかないものの、ただの岩の影とは言い難い形をしているように、私には見えるぞ。ただ、これは後から詳しく解説するからチラッとしか言わないが、NASA はたまに火星の画像などでやらかしをするらしいとの噂もあるから、実際のところはどうなのかはわからないがな。そうね。もしこれが火星人だとしたら、地球に侵略してこないことを祈るわ。次に紹介するのは、なんと、キノコだ。キノコ？あのお鍋に入れると美味しいやつ？お鍋だけじゃないと思うが、まあ、それはいいとして、とにかくキノコのような何かを発見したんだ。これまたキュリオシティが撮影した画像の中に、キノコらしきものが映っていることが明らかになった。
それがこれだ。あ、本当にキノコね。でもやっぱり美味しくなさそう。きっと美味しくないぞ。このキノコの具体的な解析はまだだが、インドの生命科学研究所のレジナダス博士によると、地球上に水石物をキノコ状の型にするような、地質学的非生物学的な要因はないと語っている。じゃあ、火星のみに存在する火星キノコ？ああ、その可能性がある。だが、このキノコに関する論文を査読した専門家14人のうち、3人は、酸化鉄の一種である赤鉄鉱ヘマタイトの可能性があるとした。鉱物か。確かに、画像だけ見るとキノコというより鉱物と言われたらそうかもしれないけど、それに加え、ヘマタイトである等の可能性を含めて、非科学的な可能性も排除できないため、火星に生命体が存在する証拠にはならない、とも言われているんだぜ。ただ、このキノコは3日間の間に出現したんだ。3日間？早すぎない？ああ、早いよな。ダス博士も指摘している通り、3日間で出現したというのを考えると、キノコである可能性も捨てきれないとも言う。また、こういったキノコのようなものを食料としている高等生物がいてもおかしくはないとも語られているぜ。高等生物って、つまり火星人よね？私のイメージだとタコみたいな感じなんだけど、そのイメージは映画を見たりして払拭してくれ。次に紹介するのは、紐状の何かだ。紐状の何かって何よ？わけがわからないわ。紐状の何かとしか表現ができないような物体なんだから仕方ないだろう。まあ、解説を聞いてみるわ。お願いね。わかったんだぜ。NASA の火星探査車パーシビアランスが絡み合った紐のような物体の画像を捉えたんだ。それがこちらだ。これは、確かに紐状の何かね。そうだろう？発見された際は火星の埃っぽい地表に明らかに自然物とは思えない、黄色いスパゲッティ状の物体が捉えられており、一見するとミミズやゴカイのような生物にも見えるという意見もあるそうだ。ミミズやゴカイね。最初に紹介したミミズとはまた違った感じよね。体積がなくてぐにゃぐにゃしているというか。確かにそうだな。そういった意見もある中、これはパーシビアランスが降下させる際に使われた部品の残骸である可能性が高いというんだ。探査車の残骸だと言われるとそうとも見えるわね。ただ、この画像は2022年7月12日に撮影されたものなんだが、パーシビアランスが4日後に同じ場所に戻ると、亡くなっていたそうだ。動いてどっかに行っちゃったってこと？いや、可能性として一番高いのは、純粋に風で飛ばされてどこかへ行ってしまったんだと考えられているそうだ。なんだ、そうなのね。確かに見た目からしても軽そうだったから、風に飛ばされても不思議ではないわよね。それでは、最後の生物紹介といくか。お願いします。キュリオシティが、火星表面にてネズミ、あるいはリスを発見し、撮影したんだ。かわいいのかしら？それはどうだろうな。これは、火星に生命が存在する証拠なのか、それとも NASA が生命の範囲を調べるために、ここにネズミや月種類を残したのか、というのが議論されているんだ。ほら、ゴキブリは火星でも生きられるじゃない？でもネズミとか月種類とかは環境が整ってないと生きられないんじゃないかしら。一度て、フォー、図から離れた方がいいんだぜ。NASA の写真には、火星の岩の間に月種類、あるいはリスが写っているという話もあれば、トカゲのような生き物が別の写真に写っているという意見もあるんだ。これらの発見は火星で生命の存在について疑問を投げかける形となった。月種類にリスにトカゲまでか。一体どれだけ見つかるのかしら。それにそれは本当に生命体なのかしら。ここでまたウェアリング氏の登場なんだが、彼は2012年9月28日に撮影された NASA の写真の中に、リスか月種類が2つの岩の間から突き出しているように見えると感じたと投稿しているんだ。はっきり言うと私にはリスとかにはあんまり見えないわね。実際のところはそうらしい。写真を拡大してみると、それはネズミではなく月種類のように見えるのは、単なる別の岩層だそうだ。実際には鋭く侵食された岩層の中に黒い斑点があり、それが目のように見えることから、ネズミや月種類と思われたのではないかとのことだ。そうなのね。なんだか残念だわ。火星に実際に生物がいるかと思ったのに。次はトカゲについてなんだが、これは2013年の3月に日本人が発見したと言われているものだ。だがこれも、やはり岩層がトカゲに見えるだけだとしている。トカゲの尾に見える部分は狭い光の通路のように見え、目に見える部分は先ほども月種類で説明した黒い斑点だということらしい。トカゲも結局そうなのね。やっぱり残念だわ。これについて科学者は、実際にはパレイドリアと呼ばれる心理的現象であると指摘しているそうだ。パレイドリア？ああ。それは、これから説明するから待っていてくれ。
まずその、パレイドリア現象っていうのは何なの？パレイドリア現象というのは心理的現象の一つで、本来そこに存在するはずのないものを基地の存在として認識し、解釈してしまうことを指すんだ。シミュラクラ現象とはまた違うの？シミュラクラ現象というのはパレイドリア現象のうちの一つで、日本で使われている言葉なんだ。だから、それを包括して、パレイドリア現象と呼んでいる。次はデボン島について解説しよう。島ってことはどこかにあるってことよね。ああ、デボン島はカナダにある島のことだ。それで、そのパレイドリア現象とデボン島っていうのが火星とどう関わってくるの？まずデボン島についてなんだが、この島は火星の地形とよく似た形や色をしているんだ。火星とデボン島がどれだけ似ているかは、いろいろな検証画像が出回っているから見てみるといい。かなり似ているぞ。へえ、地球にもそんな場所があるのね。ああ。では、このままデボン島説について解説していこうか。実は NASA は火星で撮影したと偽っているという噂が以前より出回っている。でも確実にデボン島で撮影されたという証拠はないわけでしょ？ああ、まあそうなんだが、先ほども説明した通り、デボン島と火星の地形や環境はよく似ている。その上、火星探査機のテストが行われたのもデボン島なんだ。疑う余地はあるだろう？まあ、確かにテストまでデボン島でやっているなら疑いもあるだろうけど。じゃあ、パレイドリア現象ってのはどうなの？ NASA の探査機が撮影した写真の中に、人面が写っている写真があったんだ。人面？え、怖い。別にそう怖がるものじゃないぞ。これは専門家から、パレイドリア現象であると言い切られているんだ。パレイドリア現象については先ほども説明した通り、基地の存在を解釈してしまうという脳の構造の一つだ。だから、地表にある岩影等が人面に見えてしまうんだな。なるほどねー。なんだか色々と難しい話を聞いたような気がするわ。まあ、そうだろうな。結局のところ、実際、すべてがすべてパレイドリア現象とデボン島説で片付けられるかと言われれば、正体が判明していない以上、それはできないといったところだな。霊夢、これまでの解説を聞いてみてどうだった？最初はロマンを感じる、と思っていたけど、パレイドリア現象やデボン島説を聞いたら、なんだか現実味がありすぎて、本当に信用していいのかどうかわからなくなっちゃったわ。でも、火星の探査はまだまだこれからなんだ。実際に火星で何かしらの生命体が見つかる日が来るかもしれないぞ。なんて言ったって、地球の移住先の候補なんだからな。確かに、それもそうね。これからどんどん探査が進んでいずれは生命体や微生物を発見できたら驚きよね。これからに期待するわ。というわけで、今回の解説はここまでなんだぜ。火星については実はこんな情報もあるという方はコメント欄によろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。